ラジオ体操。皆さんおはようございます。演歌歌手小澤明子です。関東の駅100選認定駅の JR 横川駅前からラジオ体操第一やります。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動を横振り、腕を斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動を左横に曲げて、もう一度右横に曲げて、7、8、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけて前下に3回起こして後ろ反り、前下1、2、3、4、5、6、ねじる運動。左右3、4、腕を斜め後ろに大きく、右左3、4、5、6、足を戻して腕と足の運動を強く曲げ、伸ばして曲げて伸ばす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側に曲げて胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回す運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸って吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。ありがとうございます。横川といえば創業明治18年の荻根屋さんの釜飯が超大好きな演歌歌手小澤明子でした。また来週、バイバーイ。熱海